NGL の影のドンである。コンクリートの作り方を覚えさせられた彼を育てた父親は寡黙だった。ジャイロが7歳までベッドから降りることを許されていなかった父親はそれを嫌った。夜中に尿意を催し、彼に事あるごとに説いた教えだった。父親からもらった宝物だった。必要とされていると信じていた。徹夜でタオルを変え続けてくれた少年の密かな誇りだった。一回り以上年上の青年に切れた誇りを傷つけられた憎しみが、腹の虫が収まらなかった。今自分の部屋で飲んだくれてただけだ。この子供が死んだらどうする気だってな。だとよ。その時全てを理解した。つまりどうでもよかった。息子が原因で面倒事が起きれば 100% 父親自身のためにも迷惑をかけるな。全世界に悪意をばらまきたかった。俺は狩りを楽しめればいい。今日からここが俺の城だ。ここで何が起こってるんだ。ああ、見つかったのはザザンとかのサミ。俺たちに抵抗する人間たちがいるという。何かと一体何だ。俺が知るか。体内に弾が残っていたから間違いないが、腕の信号は単純で容量を得んのだが。その通り。そういうタイプの兵は思ったより手強いぞ。人間は我々のアキレスが女王様だと学べば。手段を選ばず女王様を守ればいいだけの話だ。レイナは俺が守る。レイナ？人間が下級兵クラスを殺傷できる武器を、複雑な機械を扱えるのは俺たちのクラスより。お前の方が参謀に向いているわ。ダメね、メッセージを受け取ってないわ。俺たちだけで手に負えるレベルの生き物じゃない。このままじゃみんな。ああ、生け捕りにするんだとあれほど言ったで。なんだ、はっきり見えるでねえか。君がその武器の源だな。またザザン様に怒られちまうだな。相変わらず戦い方がお粗末ね。千人分にも値する栄養がありそうね。まだまだ間に合う。お願い、きっとまだ仲間がいる。かなり危険だな。もう少しスピードを上げても馬は大丈夫ですよ。了解。気をつけてね、ファイト。銃も密造していたってことさ。銃を扱えたとしたら、そいつらの遺伝子を持ったキメラアントが生まれたら。影のドンにまで牙を剥いた。女王が王を産む前に多くの良き栄養がいる。1日50体じゃったから飲む。また新たに部隊を増やし。いや、一心不乱に働いて。冗談じゃないわ。ん、何の話だ。知らないの。レア物って言うんだけど。レア物。思わず食っちまっただろ。口から出まかせを。私が目が仕留めたのはこの私。失礼しました。違う、お前が食ったって話で。うるさい。お前もそのレア物ってやつを見たことがあるのか。兵隊長クラスならその矢が見えること。生きた人間とは明らかに違う。たった一体で10日分以上か。てれば9日は休める。バカ。くそ、人間が食いて。まさか。誰もいないね。
のだ。あいつを倒せないようなら帰る。俺たちだってプロだ。急に強くなった感じがするぞ。攻撃が来るか。一人前になりたいならここは格好の修羅場。勝っても負けても地獄だぞ。チクショー、絶対に食ってやる。女王様に食べていただかねばならない。骨に血をなすりつけて踏みつぶしてやる。調子に乗るなよ。他の隊じゃ普通にやってることだぜ。殺した後はほったらかしだ。奴ら殴るぜ。ほらよ。人間は言葉がわかるのがいいよな。余った時間を使って狩りを楽しんでいるだけだ。まさに吐いて捨てるほどいるんだぜ。中にはレア物がいることを知ってるか。殺さずに捕らえて引き渡してもらいたい。にもそう伝えてなだめてやれよ。このレア物俺たちで見つけて食おうぜ。ラモットの様子はどうだ。自分勝手な奴が多すぎる。大体話にならん。傾向と対策を立てよう。女王様にはそう思うなら少しは自重しろ。これ見てよ。生命エネルギーにあふれた人間がいる。急に強くなった感じがするぞ。進む先 NGL の奥地に入り、奴らの巣は穴を掘るタイプじゃない。今巷で流行している飲むドラッグ。麻薬だけじゃないぜ。ほら、自然調和の教えに共感している連中だ。素人が銃で武装したくらいじゃ何匹かいるぞ。体調と精神状態で。俺の縄張りに勝手に入り込みやがって。ああ、やっちまった。余計に殺したくなるんだよな。飛び込めば思うツボだぞ。ケラアント自体非常に好戦的なアリだが、想像を絶する数の死人が出るぞ。俺が奥のやつとやる。さあ、やっぱりこいつらすごく硬い。最初はグー。迷わず殺せ。この効果的ね。そういうこと。大ダメージを受ける。行かねば俺がユンジュに殺される。パンチで来ると思わせて蹴りで来るか。噛みつき毒を送り込む。おい、いい加減俺たちも始めるぞ。俺を楽しませろ。ああ、ここは俺の城だ。NGL のボスはどうした。全世界を牛耳ってやる。無理だ。こら、盛り上がれ。せっかちな休み。この俺様に外れなんかねえんだよ、この野郎。こっちから攻撃すると見せかけて。ガーモー持っていたというのだ。確実に頭を潰せ。中にルーレット、数字は1から9。変な能力。敵はちゃんと使わない限り変えられないし。敵は3匹っての
ユンジは工場をねぐらにしていたな。お前たち二人の力は使い勝手が良さそうだ。じゃんけんに見立てて使っているようだな。嫌でもレベルアップするさ。力がみなぎってきやがる。なんなんだよこりゃ、どうだい、あの光が。ついにキメラアントにも。キメラアントの情報を得たハンター協会は、我々が望むのはただ一つということでよろしいのですかな。承知しました。多くの雑務兵と戦闘兵が控えてるってわけ。そのまま王に仕えるってわけね。王は放浪しながら様々な生物と交配し、王を産む前に女王を倒すのが必須条件ね。隊の第一陣が来るよ。討伐隊？到着は3日後よ。なぜだ。見ろよ、きっかけが。ちくしょう。人間にできるなら俺たちにもできるとな。ムカついてるし、多分手加減しねえぞ。アギャより直属兵に捕獲せよ。そこそこいい勝負ですか。お、なるほど。君たちには3つの選択権がある。我々の誰かと1対1での戦闘、3は絶対やめた方がいい。カイト、これが追い風となればいいが。ラッキーは。でも君は別に負けても死ななくていいじゃん。完全に舐められてるぜ。コッド、殺す前に教えておいてやる。口から内臓が飛び出る時の音が。そう、俺たち急いでるんでね。調子に乗るのも今のうち。視線向きだな。だがなぜだ、そんな薄く粘っこい不安。自在に動かせるぜ。我々が生まれ持つ力と合わせ、レア物を生け取ったと言っていた。攻撃何発食らっても平気なんだよ。俺の不安は3秒後に上へ飛べ。思い出したぞ。使わない限り消すことができない。このくらいならすぐには死なん。それが危険なんだ。女王の城へとさらに奥へ進む。